F1 の予選2回目はトップチームと中団チームでは明確に戦い方が違います。中団チームがやることは F1 マシンとドライバーが持っている全ての力を出さなければ予選3回目に進出できません。 F1 の予選2回目は15分間で競います。11位から15位のドライバーが脱落します。使用できる新品タイヤは2セットです。問題なくタイヤに熱を入れることができれば1周目のアタックラップで良いタイムを出せるので、1回のコースインで一度のアタックラップを2回行います。 F1 マシンが走れば路面は最適な状態に変化していくので、予選2回目が始まってもすぐにはコースに出ていかないチームも多いです。 F1 マシンが走っていないので他の車に邪魔をされたくないと考えるチームはすぐにコースに出ていくドライバーもいます。トップチームの戦い方は予選3回目に進出した場合に、レースがスタートするときに予選2回目で一番速いタイムを出したタイヤを使用する義務があります。一番柔らかいソフトタイヤではなく中間の硬さのミディアムタイヤで予選2回目を戦うことが多いです。ミディアムタイヤで予選3回目に進出できると想定するタイムが出せない場合にはソフトタイヤに履き直して改めてタイムアタックをして予選3回目に安全に進出する戦略を取ります。